こんにちは、シタローです。以前からインスタ3601X2 を使って POV での動画撮影をするといったスタイルを何度かやっていますが、六本木に行った時の動画で編集ソフトを使ってより高画質な内容に変更していくといったことをお話しちらっとしたんですけれども、今回はその詳しい検証をですね、いろいろ条件を加えて踏まえてテストしてみたいと思います。それで何をやってるかというと、ソフトのダヴィンチリゾルブ、こちらのですね、スーパースケールといったものを使って解像度を強制的に引き上げているという形なんですね。ですので、ちょっと他の編集ソフトだとできないかもしれませんので、その点は事前にご了承ください。実際の操作としてはこんな感じですね。クリップを選択して、その属性プロパティからスーパースケールの倍率を選択します。通常はフル HD から 4K に変わる場合は2倍ですので、2K でもやはり2倍ということでいいかと思います。そして主な検証内容としましては、そのスーパースケールを使った場合の結果としての画質、4K 画質ですね。で、レンダリングにかかるその時間、あと大事なファイルサイズ、これを見ることによってできるだけベターな設定を選び出していくという形になりますね。元のファイルはインスタ360スタジオから吐き出したデータになります。で、その際に画像処理は色彩鮮やかはチェック外しておきました。後から加える可能性もありますのでということです。で、まずその3種類でテストを行いました。最初の2つはインスタ360スタジオで湾曲状態をそのままの状態にしたもので、ダヴィンチリゾルブの編集の際に 30fps のフレームレートと 50fps のフレームレートで作ったもので、最後の3番目は湾曲状態を直した状態でダヴィンチの FPS50fps で作ったものという形でやっています。ファイルサイズとしては今赤枠に囲まれた部分ですね。実際はそんなに大きさは変わらないようですね。ではまず解像度を 4K にして、フレームレートを 30fps にした状態のものです。ちなみにタイムラインなんですけども、フレームレートは一度作ってしまうと後で修正することはできないので、30か50かの選択という形になります。解像度は変えられるんですけどね。次にタイムラインのフレームレートを 50fps に変えました。やはり心なしか滑らかになったんじゃないかなという気がします。同じ条件で湾曲を取り払ったもの、解像度感はあまり変わらない気がします。ただ、ちょっとこの設定だとデータ量が大きすぎるような気がしますね。もう一工夫が必要かも。今度はタイムラインを 2K にしてみました。本当であれば
タイムラインは 4K にしておいて、そこから 2K のデータを取り込んで 4K で吐き出すのがベターだとは思うんですけども、データ量が少し大きいという難点が出てしまいますね。そしてここでは取り込むデータとしてプロレス422で吐き出したものと H264 で吐き出したもの、こちらを比較していきます。データ量は3倍近く違うんでしょうか。かなり違いがありますね。タイムラインフレームレートは 50fps で作っています。そんなに極端な差異は見えないような気はするんですけども、いかがでしょうか。元がプロレスという違いも出てるかとは思いますが、今度は H264 のデータですね。3倍近いデータのファイル量でどれだけ画像に差が出てくるのか。私の27インチモニターの中のソフトウェアのソフトウェア上の画像ではあんまり違いは分かりませんけど、大きな 4K ディスプレイでフルに出したときに差っていうのははっきりしてくるのかもしれませんね。はい、今までは 2K のデータを 4K にスケールアップして 2K で出力していましたけど、今度は 4K でスケールアップしたものをそのまま 4K で出力してみます。レンダリングの出力サイズとしては 2K も 4K もそんなに大きな違いはないというか、部分的には小さくなっているようなところもありますね。でカラーというのは後で簡単なカラコリを加えてやった状態という意味です。少しややこしいんですけど、インサ360スタジオで 2K50fps で出力したものをダヴィンチのタイムライン 2K の 50fps で編集を行って、スケールアップして 4K に変えて、それを 4K としてレンダリング出力をしているというのが今の状態です。また何気にスルーしてましたが、これはレンダリングしている時間を表します。だいたい2分17秒。この流している動画自体がだいたい、そうですね、35秒ぐらいなんですが、条件によっての変化というのはあまりなさそうですね。これは先ほどもありましたが、インスタ360スタジオの方で湾曲を取り除いてまっすぐにした状態でダヴィンチで編集したものになりますが、まあ、この辺はあまりですよ、ね、編集上の影響は出てないとは思いますけどね。で最後に 4K タイムラインで 4K にスケールアップして 4K 出力をしたものということになります。最初は 30fps、 後の方のカラーを加えたものは 50fps で作ってみました。データ量がぐっと上がっていますね。その前の 2K タイムラインの時よりもやはり3倍になっているのがこれで。
やはり普通に考えればフレームレートが30より50の方がデータ量が大きいでしょうし、カラーも加えることによってさらにデータは増えているということが分かりますね。ただ30秒ほどの動画ですと 4K 出力だろうがフレームレートが30だろうが50だろうがあまりレンダリングの時間は変わらなく2分ちょっとっていう形が出てるのが面白いところです。はい、それでいろいろ比較してみた結果なんですけど、個人的にはそうですね、2K のタイムラインで 4K にスケールアップして 4K で、まあ、カラーはまあどっちでもいいとしてつけるのが一番ベターな気はしましたね。データ量とか作業量考えればこれで今後は作っていこうかなということで一応結論はつけました。いかがだったでしょうか。Thank you.